皆さんこんにちは。今回は映画アンダーユアベッドを、この前見てきたので、それの感想動画になります。大石圭原作、浅戸まり監督脚本、主人公は高良健吾さんで、ヒロインは西川かな子さんといったキャスト&スタッフ。自分は面白かったんですけども、内容がとにかく暗くて、主人公は存在感がもうずっと薄くて、学校でも名前すら呼んでもらえないっていうような人物で、もうずっと陰々滅滅とした雰囲気が流れ続けるといった感じの映画になりますね。基本そういうな感じなんで、万人に勧められる映画じゃないので、ただそういった雰囲気がお好きな人にはハマる作品だなってすごい思いましたね。好きな人は本当に好きな作品です。というわけで今回は、1番目にあらすじ、で2番目にどんな人が楽しめるかっていうところをポイント絞って話していきます。で3番目にネタバレ含んだ印象感想を、4番目にまとめを話していきます。では1つ目のあらすじから話していきます。主人公三井直人は存在感が薄く、高校のアルバムには集合写真に載っていなくても誰からも、先生にすら気づいてもらえないっていう人物ですね。そんな彼の名を唯一呼んでくれたのは、大学時代に同じ授業を取っていた佐々木千尋。三井と千尋は一度だけ喫茶店でコーヒーを飲み雑談をしたんですけども、三井にとってはそれが人生で唯一の幸せな時間で、その11年後、30になってもなお千尋のことを思い続けていました。そんな三井は千尋のことを探し出すことにします。探偵に頼んで、ついに三井は千尋のことを見つけ出します。千尋はすでに結婚していて、子供もいる状態です。だけど見に行ってみると、千尋は大学時代とは違って全然暗い印象。三井は気になって千尋の自宅の近くに観賞魚店、熱帯魚とかを売ってるようなお店を開いて、その裏で千尋の家を監視するっていうことをし始めるのだがっていうところですね。こっからどうなっていくんだよっていう話ですけどね。タイトルの通り、ベッドの下に入り込んだりもするぐらいのことはしちゃいますけどね。あと展開はどうなっていくかは見てのお楽しみっていうところになります。では二つ目の、どういう人が楽しめるかっていうところのポイントを絞っていきます。ポイント1、主人公の性格、バックグラウンドに理解ができるかですね。基本的に監視したり、最終的には自宅に侵入したり、正直気持ち悪いと感じるほどのヒロインへの執着もあるので、この時点で全く共感できるわけないと思う人は、この作品は入ってきづらいかもしれないです。三井という、主人公の男が、どれだけ辛い人生を歩み、どれだけ様々な幸せを知らずに生きてきたか、そして、普通に他人と接することが難しいかっていう性格に対する理解が大切なところですね。そしてこの物語がどういう風にラストを迎えるのかっていうのを偏見なく見れるかが重要です。ポイント2、主人公のヒロインへの気持ちに理解できるか。近づきたいけど近づけない。自信もない。怖い。でも好き。人生でほんの一瞬だけど幸せをくれた唯一の人、教えてくれた人、唯一名前を呼んでくれた人に近づきたい、そんな気持ちへの理解ができるかどうかですね。でポイント3、暗い雰囲気、暴力的な性的表現を映画の一部として理解できるか。結構きつめの演出なので、そういうのが苦手な人は多分見てて辛いかなと思います。自分もなんだかんだ言って苦しい顔しながら見てましたからね。眉間がシワシワになるぐらい苦しい顔してたのは自分でもわかります。
あと主人公の行動についても許せるかどうかというのもあるのかなって思います。まあ、さっきも言いましたけど、タイトルの通りベッドの下に潜り込むくらいのことはしちゃうので、まあ、以上の3つのポイントですね。まあ、正直ポイントの位置に、まあ主人公のバックグラウンドを理解できるかとか、主人公のヒロインの気持ちを理解できるかなんていうのは、他の映画だってそうだとは思うんですけども、この映画は特にこの 1,2 のポイントに理解ができるかどうかっていうのが重要だと思いますね。というわけで3つ目の印象感想になります。まあ、ちょっとネタバレ含みます。まあ、冒頭から面白かったとは言ったんですけども、ほんと胸にくるものがありましたね。まあ、正直自宅まで侵入したり、盗聴器を設置したり、自宅の監視部屋に千尋の拡大写真を貼ったり、マネキンに千尋が着ていた服を着せて、その当時の香水を振りかけて触れてみたり、まあいろいろありますけども、まあ、特に侵入盗聴器は散財なので、おいおい大丈夫かこの話って思いましたけども、逆にこの話どう転がるんだよっていう興味は強くなりましたね、はじめ。幸せを求める主人公がここまでやったらもうバッドエンドだろっていう不安もありつつだったので、まあ、ある意味ずっとハラハラして見てましたね。でもまあ最後の最後もいろいろあった、いろいろやった。だけど本当の最後の最後にヒロインの千尋に名前を呼んでもらうシーン、あの真っ暗な世界、真っ暗な雰囲気の世界、映画に一筋の光がパッて見えた気がして、そこのね、その一筋の光の輝かしいこと、温かいことっていうのはね、感動でしたね。あそこは感動って言っていいのかわかんないんですけどもね、ほんと辛い話だったし辛い人生だったけど、でも名前を呼ばれるっていうほんの一言なんだけども、主人公の一番報われてほしい部分が報われて、もうジーンと来るやらなんなのやら、まあ心の金銭に触れたっていうか、そこがすごい来ましたね。あとは、まあ、とにかく千尋の旦那の家庭内暴力、性的暴力がほんとひどすぎますね。それがあるから主人公三井が助けに行くっていう流れだったり、助けに行けないっていう葛藤だったり、助けたいっていう、まあ、正義感みたいなものだったりが、ラストいい話な方向に転ぶんだけども、暴力シーンもずーっとおぼく辛い顔してましたね。でも旦那さん役の方の演技が半端なかったから、こっちもいい意味で飲み込まれたっていうので、まあいい役者さんなんだなと思いました。というわけで、旦那浜崎健太郎役の阿部健一さん、めっちゃ良かったです。もうここ最近のホラー映画よりよっぽど怖い演技が見れたと思いました。特に最後のフォークのところ、もう見た人はわかると思うんですけど、フォークのところはもうね、マジでやばかったっす。ヒーって思いましたもん、あれ見た時に。まあというかね、まあ、幽霊とかモンスターとかクリーチャーとかよりも、人間の暗くて攻撃的な部分っていうのがなんだかんだ一番怖いんだよなって思いましたね。あとヒロインの千尋役の西川かな子さん、まあ、大学生19歳役と主婦30歳役やってるんですけども、11歳差を演じているのに無理がないですね。まあメイクとかもそうなんでしょうけども、演じ分けがすごいですね。最近はなんだかんだ10歳くらい違っても若さを保っていたり人もいるんですけどもね、作品内の30歳千尋は家庭内暴力で体も心もボロボロな役ですからね。まあ、このなんだろう、大学生の若い頃の光ともうボロボロになってる影の演じ分けっていうのもすごかったです。てかもう役者さんってやっぱすごいんだなって思いました。あとはこの監督なんですけども、まあ、他の作品もちょっと気になりましたね。まあ、ゲームでも人気なゼロの劇場版も手掛けてるそうなんで、こっちもぜひ見たいなって思いました。
というわけで4つ目のまとめになります。まあ、ほんと終始陰陰滅滅とした雰囲気で暴力シーンも過激です。そして主人公のやっていることも倫理を超えていることだったりはするんですけども、そんな主人公、まあ、人間の持つ暗闇の部分は理解できるのではないか、光を当てられるのではないかっていうふうに思えた作品でした。まあ、人は選ぶんですけども、まあ、気になっている人はぜひ見てもいいのかなって思えた作品です。というわけで今回はここまでになります。よかったら評価ボタン、コメントをよろしくお願いします。では失礼いたします。